はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、はい、今日は12月17日に、うん、中村俊輔選手の引退試合が行われるということでね。やっと引退試合ね、俊輔 ね、ということで、うん、ジョーさんはなんと横浜市フレンズの方で、メンバー入りしてるということで。そうなの？はい、知らなかったそれ。知らなかったんですか、はい、この時期で。はい、あ、まあ、そんな風におとぼけちゃうんですね。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。無理なんだよ。そうなんですね、うん、もう動けない。動けるわけがないよね。まあでもなんだかんだ言っていつもちゃんと動いてるじゃないですか。そうなんだけど、これは、うん、まあちょっと俊介からね、うん、まあ結構前だね、うん、引退試合が決まりましたって連絡をわざわざいただいてね、そう、それでそれに参加してもらえませんか、うん、って本当にね、律儀に連絡いただいて、うん、無理ですって言ったの。無理なんかいって言われて、うん、そう、うん、あ、そういう風にするんですか。そうだよ、俊介さん。そうだよ。へー、そう、そんな感じの話をして、うん、まあでもね、そうやってわざわざね、直接こんなね、うん、連絡をいただいたんで、ぜひね、参加したいと思いますっていうことでね、監督でいいかなって言ったけど。そうだけど、いや選手でっていうね、ことで、やっぱりメンバーがすごいでしょ。すごいですよ。 まずね、監督ですけど、監督奥寺さんですかね。奥寺さん、奥寺さん差し置いてジョーさんがっていうのは ね、出ないですね。うん、まあたださ、うん、横浜市フレンズじゃないさ、はい、もう一個のね、うん、チーム名は何でした。J ドリーム。 J ドリームス、山本雅文さんが監督ですね。ね、ここもすごいですね。ここのメンバーがさ、俊介たちのさ、世代のメンバーすごいじゃん。すごいですね。ちょっとすごいのを読み上げてみてよ、どんどん。はい、まずは内田篤人さんですね。もうどんどん言ってよ、名前は。はい、じゃあ坪井さん、マスターとかでいらない、はい、駒野さん、うん、で松田直樹さんも入ってますね。直樹ね、うん、田中マルクス、トゥーリオ、中田浩二さん、梶さん、中澤裕二さん、阿部裕樹さん、中村俊輔さん、今野さん、福西隆さん、福、本山さん、あ、本山、稲本さん、あ、大野真嗣さん、真嗣、大黒さん、あ、佐藤久子さん、大黒真希、大黒真希じゃない、違う、大黒正志ね。ああ、正志ね、正志くんね、正志ね、はい、いいかな。いいよ。佐藤久人さん。久人ね。うん、玉田さん。ああ、玉。で、大久保嘉人くん。嘉人。うん、高原。はあ、高原。鈴木孝之さん。孝之。まあ、すごいメンバーですね、これ。すごいね。ね。なんか引退試合ってさ、これいろんなこう規定があるからさ、はい、これが難しいよね。これって引退した時ってその なんですかね、自分のゆかりあるチームでやっていいんですか。ではできない。あ、そうなんですか。最終クラブ。在籍した最終クラブで、引退試合を行うっていうのがもう規定であって。あ、そうなんですね。そうなの。じゃあなんか一番長くで、うん、在籍したチームのところでやるっていうのは無理なんですね。できない。あ、そうなんだ。からこれがなんかさ、うん、こういう規定を作ってしまうと難しいじゃない、うん、そうですよね。だから俺の時もそうだったの、うん、で、まあ横浜 FC でね、うん、やらせて最後やらせていただいたんだけども、うん、やっぱりさ、 J リーグから最初からね、うん、俺スタートしたのはジェフだし、うんうんうん、ジェフの人って、うん、マリノス、うん、神戸、うん、で横浜 FC、 これを皆さんでね協力していただいて、それでやりたかったもん、うん、本当は。でそれを申請出したんだよ。そしたらダメと。ああ、最終クラブですと、もうこれ決まりですからって言われて、うん、えそれどがダメって J リーグは。J リーグ、あ、 J リーグ、そう、規定があるからこれはそうできないんですよと、うん、で一時期マリノスの方とかジェフの方も動いてくれたの、うん、これみんなでやりたいなって、うんうん、お前を最後送り出したいって言ってくれて、うわ、ありがたいなと思ったんだけど、うん、結局それはダメですってことで、うん、最終クラブ、うん、まあだからこれはさ、ちょっともうそろそろ、まあ、野村チェアマンもね、うん、変えていきたい。この辺はね、ね、なんかもうちょっとやった方がいいっすよね。そう、しかも引退した年にすぐできないっていう規定もあるね。あ、そうなんですか。そう、え、なんでですか。だからやっぱ1年とか空いてそこからやるでしょう、はい、あ、確かに俊介さんも別に今年じゃないですもんね。そうだよ、引退したのもう2年経つから2年目かな。そうですね、うん、だからそういうのがあるのよ。へえ、だから大変なのよ、うん、結局ね。そうで、だからまあ嬉しいことだけどね、もちろんね、うん、皆さんの前でこうやってね、うん、俊介もそうだし、うん、まあ、最後ね、まあ本当に有志というかね、うん、そういうのを見てもらうところだよね、うん、だからまあ俺もまあ結局ね、横浜 FC フレンズは、うん、まあ本当にこう向こうのね、うん、メンバーを考えるとさ、はい、ちょっとね、なかなか、いやいや、負けてないですよ。アクさんもいたり、松井さんもいたりね、うん、久保達さんもいるし、ジョーさんもいるし、永井雄一郎くんもいるしね、ね、
いいと思いますよ。まあ、あとはだから俊介がどっちで最初出て、そうですよね、っていう風になるからね。そうですね、そう、いやいや、だからそのエンジェルパスからヘディング決めてくださいよ。ぜひとも、まあ、じゃあヘディング決めるんじゃなくて、うん、取らせるのやっぱりね。あ、そっかそっか、そういうことだよ。あ、そっかそっか、そう。でもそのパスを見せるっていうのもあるわけ。まあもちろんあるだろうけどね、うん、そう。だからもうこれ決めていいのかなって思っちゃうこともあるわけ。あ、なるほどなるほど、うん、あ、じゃあジョーさん、あのちょうど俊介さんが得意そうなところで転ばないといけないね。ファールもらわないと。いや、だからそういうのやったりとかね、いろいろやるのよ、みんな、うん、ね、フリーキックとかね、見たい、そう、見たい、見たい、俺たちも見たいだよ、うん、そう、だからそういうのをちょっとね、うん、やるわけよ、うん、で、そういうのをグダグダやりすぎてもダメだし、うん、これ難しいのよ。まあ確かに、そう、だから前に中田浩二のね、引退試合に出たことがあってね、うん、鹿島スタジアムで、うん、本当に浩二は点取らない、取らない、うん、PK とかも与えてもらったのに、うん、止められたりとかね、そういうのがあったりとか、蹴って、蹴って、そう、そう、そが畑が止めちゃうとかね、そういうのがあったりとかさ、まあ面白いんだけどね、それもね、演出の仕方だからあれなんだけど、そう、まあでも本当にね、うん、送り出すっていう最後は本当にね、優勝ね、皆さんに見てもらうっていうところでは、なんとかね、いろいろお手伝いをしたいなとね、そうですね、思いますし、はい、うん、でもこんだけのメンバー揃ってるから、すごい、面白いと思うよ。いや、もう本当行きたい。ね、ね、はい、なので。まあ僕たちもね、うん、バスで移動するからね。あ、そうなんですか。もう選手の時代を思い出すよね。へえ、バスで移動する、ある集合場所に集まって、そこからチームバスで、あ、そうなんだ、行くのよ。いいな、みんなで乗ってくるんですか。そうだよ。へえ、でちゃんとミーティングもするしね。ああ、そういうのをしたりとかね、しながら。で、何がいいかってさ、やっぱりさ、その時だけのさ、ユニフォーム着れるじゃん、着てね、ね、うん、着て、うん、でそれをやっぱりもらえるわけで、うん、俺たちもね、うん、そう、だから一生の宝物としてね、うん、そう、まあ俊介にサインをね、うん、入れていただいて、うん、で、まあ俺はフレンズだからね、うん、まあ、フレンズの方のサインを ね、ちょっとね、うん、いただいて、うん、そう、まあそれを視聴者プレゼントにしようかなと。おお、マジっすか。そのシーン、いや、それはでもジョーチャンネルならではだから、ちょっとそれはしようかなと思っております。もう本当ですか。で、記念品とかね、そういうのはあるんだけど、それはさすがにちょっとあげられないんだけど、うんうん、その時のユニフォームね、うん、それに、まあ、フレンズのサインと、まあ、もし書いてもらえるんだったら向こうのドリームのサインをね、うん、それすごい、やばくないですか、それは。入れてそれをプレゼントしようかと。そういうのって自分で持っとくもんじゃないの。だから俺はさ、うん、申し訳ないんだけど、もう今までこう交換してきたとかそういうの一切ないの。ないんですよね。みんなあげちゃう。確かに。だって欲しいじゃん、みんな欲しいでしょ。いや、欲しい欲しい、うん、欲しいから、もう欲しい人にあげた方が絶対いいじゃん。で、これはほんと俊介のプレミアムついてるから、うんうん、これは価値があると思う、うん、でマジでメルカリとかで売ってたら、マジで。いや、だからそれもあるからね、嫌なんですよね。 それをほんとしないっていう規約をやっぱ書いてもらったらいいじゃん、売らないとかね。確かにね。そう、うん、で、もし売った場合は1000万円罰金ですとか、うんうんうん、まあそうですね、うん、まあ、それで守るわけないけど、まあ、うん、まあでもちゃんとね、まあでも本当に大事にしてくれる人をぜひね、選びたいなと思いますね、うん、まあ、だからちょっとね、それはやろうかなと、すごい思いますので、はい、はい、ぜひね、皆さんね、はい、楽しみにしてほしいと思います。はい、はいはい、ということで、はい、まあ俊介のね、ぜひね、注目していただきたいなと思いますので、はい、皆さんね、楽しみにしてください。はい、はい、俊介、本当にお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。いえ、今日の話はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。